おはようございます。おこちのぶどうです。現在ですね、イギリスは朝の7時、50分ですね。スコットランドの滞在といいますか、要件用事諸々が昨晩終わりまして、今日は朝からスコットランドを抜けてイングランドに突入するような具合で向かっております。滑舌があんまり回っていないのはですね、シンプルに車中泊をしたから疲れたっていうのが一番の理由ですね。あと若干寝起きからそんなに時間が経っているわけではないので、なおのことあんまりこううまいこと喋れる形ではなかったりするんですけども、そういうこと。ちょうどいいタイミングであれですね、渋滞のトラフィックに入りましたね。すごい先まで混んでます。で、画角がですね、昨日と変わって、あれになってます。縦になってるんですけど、今まで使ってた携帯のフォルダが壊れました。昨日の昨晩はですね、当店で取り扱いしております、スコットランドの、デニムのリメイクを行っているブランドとなっておりますレジンデニムですね、こちらのデザイナーであるシボーンという女性のデザイナーの方にお会いをしまして、仕事の話よりも雑学の方が多かったかもしれませんが、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。まだちょっと本当に頭が回転しきってないのなんですけれど、大体僕はデザイナーとお会いするタイミングは結構日中の時間だったりとかが多いんですよ。その彼らの仕事も具合も含めてなんですけれども、で、そのレジンのね、デザイナーでシボーンという方が、今週ものすごく仕事が重くて追われているらしくて、今日の朝の10時ぐらいまでに、いろいろとこう、すごい、済まさなきゃいけないっていうのかな、やらなきゃいけないことがあったみたいな形で、結構遅くまで仕事をしている予定だから、夜に来てくれという話になって、だいたい7時8時ぐらいですかね、に合流した形になっていて、そうで、ある程度こう話とかをちょいちょいと挟みながら、その彼女の業務が終わったので、その後飲みに行こうということでバーに行ったんですね。で、僕はデザイナーの方とご飯に行ったのは1回だけ、ピザを食べたことがあったりしてたんですけど、飲みに行ったのは多分初めてですね。で、そちらのもう本当にもうスコットランドのスコットランドのバーといっても、別にイギリスのバーとは別に変わらず、共通してパブって言い方を呼び名としてするんですけれども、そのパブのところで、そのシボーンの、彼女のパートナーとその友人かな、がいて、日本から来たと、日本人だと伝えたらば、すごい喜んで、聞きとして、様々な、日本語の単語を言ってくるという外国人あるあるみたいな話になってましたけれども、そんな感じでですね、日本も別段変わらない、日本の居酒屋とは別に変わらないです。スコットランドのパブだろうが、日本の居酒屋だろうが、どこもかしこも一緒なんですけど、ノリよく、絡まれる時の感じってやつですね。はい。というのを、感じてきました。でも、あれですね、スコットランドで、お酒自体僕はもともとあんまり飲むことがないので、買い付けというのは基本的にもう、一人旅というのがベースだったりしてはいるんですけれども、お酒を飲む機会っていうのは基本的にないんですよ。晩酌することもないので。なので、今回その、旅路で、買い付けの気候の中で、パブに行って、そのお酒を飲むっていうのは、初めてですね。で、初めて、おそらく、その、パートナーの名前を忘れてしまった。もう疲れてるところにお酒入っちゃったもんでも多分全然覚えきれてなかったりするんですけど、その彼の方からちょっと一口スコッチウイスキーをいただいたんですよ。で、
まあどんなもんかなと思いますけど、まあ実際僕はちょっとお酒が体質的に弱いので、あのそんなにねこう飲み切れるっていう感じではなかったんですけど、まあ実際強いは強いんですけど、想定していたよりも割とすっきりした、あの感じでしたね。あの本当にこうアルコールの具合がこう喉周りにぐわーっとくるような感じではあったりしたんですけれども、まあ結構飲みやすいそのお酒のタイプになるんじゃないかなというふうに個人的にはまあ感じたりしておりました。はい、まあ、そんなですねちょっといい、ナイトタイムをあの過ごさせていただいたんですけれども、まあなんやかんやと車中泊をしたらばそれはそれで体が疲れるもんだということで今結構ボロボロだったりしてます。で、現在は、そのスコットランドの方から、イングランドに向かうということで、ジョンストンズの方に、向かっております。まあ、どんなものがあるのかどうかはね、本当に行ってみないとわかんないなっていうのがあるあるだったりしてはいるんですけれども、まあ、ちょっと今回初めて僕はそちらの方に伺いますので、ジョンストン・ウェルガンの、あれですね、ファクトリーストアかなみたいな感じですかね。どこに行くのか今回ちょっと初めてなんですけれども、まあどんなものがあるのかっていうのは本当ね見ないと分かんないので、まあ、楽しいものがあったらばねぜひとも入荷したいなと思っておりますし、で告知というわけではないんですけれども、今回そのレジーンのスタジオにお邪魔させていただいて、彼女のですね、新作のアイテムを、数点だけピックアップさせていただきました。まあ元来はオーダーしてメルトオーダーという形で発注してから作っていただくっていうのがセオリーだったりするんですけれども、まあ新鮮味も欲しいなということで本当にこう数点だけで3枚ぐらいですね、で入荷をさせていただいてます。で結構まあ素晴らしいデザイン、使いやすさも含めて実用性だったりとか、そういったものも含めて、まあ非常にこう以前のラインナップからまたさらにブラッシュアップをされて、素敵なねアイテムというのが入荷できるなって形になっておりましたので、ぜひともお楽しみいただければと思います。ちょっとサイズがちょっと偏りというか、具合的に今、今回が M サイズと XL が2枚、サイズの入荷となっております。ただ僕が着た感じ XL もそこまですごい大きすぎるっていう形もなかったりしていて、まあこれは個体というかモデルによって変わったりしてはいるんですけれども、まあ非常にねかっこいいデザインで、で実物をもし店頭の方でお見せご覧いただいた時に、サイズの方がこのサイズがいいなというふうに言っていただいたらば、全然発注をすることができますので、なんかあれですねちょっとこうオーダーメイドオーダー化みたいな形もねできたりしたらば面白いかなと思ったりしてはいるので、なんかそのあたりも含めてちょっとこう相談してみたいなと思っております。でこれが朝焼けです。イギリスの朝焼けですね。まあ常々、配信をさせていただくときにどん天だみたいな話をさせていただいたと思うんですけれども、朝でも夕方でも昼の時間帯でも大体この気候というか天気というか具合になってますね。まあ綺麗っちゃ綺麗なんですけれど、ずっとこれです。なんかこう本当にあれですね、雲一つない青空っていうのはロンドン市内だったらたまに見たことあるんですけれど、買い付けでこういう風に運転をしている場合だったりするとまあほぼないですね。はい、多分まあ別に全くないってことはないと思うんですけれど、なかなかお目にかかれないなと。ただまあ個人的にすごい珍しいなと思っているのが、到着して約3日ですか経ってるんですけれど、雨に1回も大雨みたいな形には降られていないので、結構それが割と珍しいのかなと思っていますね。ここの国の気候の具合としては割とね、ある程度こういきなりザーッと降って止んでみたいなっていうのの繰り返しになることも多かったりしてはいるんですが、助かってますそれはそれとしてっていうところなんですけど、で本日はおそらく回れて2つですかね、ジョンストンとあとは、ニューバランスの方に行ければなと思ってますね。でそれ以外のところはまあ行ければ理想ではありますけど、おそらくは移動時間でほぼ食われてしまうので、まあ多分結構難しいなと。大体は
その買い付けというのに関しましては、もうこういった具合で動けなくなることの方が大半だったりしてはいるので、点在しているところがね、もうちょっと細かく分かれていればあれなんですけれど、まあそこら辺はこう把握している、具合次第になっているのかなと思いますね。まあ結構こう走ったりしていると、多分この今トラフィックに入ってるんですけれど、大体こういう風になるっていうのは、速度制限のエリアに入ったりしてる、大体5分になったりすることが多いです。多分40キロか50キロか。まあ事故になってることもあったりはしてはいるんですけれども、まあ結構今回は早めに出たというのもあったりするので、時間的には全然余裕はありますね。多分、そのジョンストンズのミルズショップがオープンする前に着くのかな、おそらくは。まあとりあえず現状は順調といえば順調と言えるのではないでしょうか。ミリタリーの昨日ちょっとね上げさせ作ってるかもしれないので、大丈夫かな？あ、復帰したかもしれないですね。はい、なんだ何を言おうとしたのかすっぽ抜けてしまったあ、今何の話をしてるかすっぽ抜けてしまった、どうしようまあそうサープラスのストアに向かったというところですね。はい、の方に行って、まあ、数点だけ、まあ、ちょっと面白いアイテムというのも入荷できましたので、まあ時期的なものを見るとちょっと難しいかなと思ってはいますが、まあちょっと悩んで、考え抜いて、出すか出さないか決めて思います。ちょっと一枚はね面白そうなものがありましたので、それはちょっと重ためなんですけど、せっかくなので出したいかなというのがあったりしますね。はいはい、そんなところで、イギリス早朝からのドライビング配信をさせていただきました。おそらく今日またですね、こちらの、日中の時間あたりかなんかに、配信できるかなと思いますので、もし時間ご都合合う方はそちらの方もお楽しみにしてください。はい、というわけで今回の配信はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回の配信もよろしくお願いいたします。それではまた。